はい、皆さんおはようございます。今日はちょきれいなじみ芦ノ湖に来ております。芦ノ湖一周したいと思います。一周頑張る。20キロ行ってきます。駐車場なんですけど、じゃあ箱根駅伝ミュージアムの近くに駐車場があり、そこで無料で停められます。一周スタートです。船を見ながら箱根の関所通ってきます。美味しそうなお肉が売ってるね。印刷しよう。あ、そっち、そっち。いいよ。木に囲まれた走りやすい気持ちいいコースだな。緑がね、いっぱいあるんです。癒される道です。こちら元箱根でございます。また船がありました。神社の鳥居があそこに綺麗に見えています。ここの本屋さん、ベーカリーのテーブル、カレーパンがものすごく美味しいんです。走り終わったら食べたいやつ。あちらのお山はロープウェイで行ける駒ヶ岳です。山周り泉をあって箱根最高だ。はい、トトロみたいな道を通ります。メイの気分ですね。はい、先ほどの大きい鳥居のところに来ましたよ。写真スポットらしいですね。めっちゃみんな並んだ。道はボコボコだから走るときは気をつけてね。寝ばしやないように気をつけて走るんだ。でもすごい気持ちいい。最高だ。箱根最高だ。寝れる。よし、大きなベンチがありました。行くぜ。いや、はい、ロープウェイがこちらにあります。ただだ、あの奥の山まで行くんです。すぐ行けちゃいますよ。セグウェイもやってる。乗ったことないんだよな。楽しそう。はい、 4.6 キロで箱根九十竜の箱根九十竜の森セラピーロードです。セラピーロード、セラピーって感じですね。癒されます。こんな感じのセラピーロード、気持ちいいね。 7.5 キロ走って小島に着きました。ご飯に着きました。さっきの船もあるよ。小島から元箱根までつながってるんだね。桃源台ロープウェイです。ロープウェイ来た。ここキャンプの村か。いいな、コテージがいっぱいある。気持ちいいんだよな、ここ泊まったら。上から水門通過まで火を通り抜けます。続きアタック。おお、ここか。あれ、行き止まり。突っ込みます。あ、道が見えてきた。オッケー、出た。
ポリポリポリ。ただいまの現在地は先ほどの道の駅スタートしまして、ドゥン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 、現在地半分来た、すごい、あっという間の半分です。あと半分楽しむよ、楽しみます。湖大好きなんですよ。ここ芦ノ湖でしょ、あと富士五湖もさ、富士五湖もさ、本栖湖、精進湖、西湖、山中湖、河口湖、五湖好き。西湖はね、10キロあるから10キロペースのに持ってこいなんだ。山中湖はね、なんか温泉がいいんだよね。河口湖はね、いっぱいお店が、美味しいお店がある。最高です。では、この有名な深川セリモンにたどり着きました。あ、こっちから行った方がいい？よいしょ。こちら、裾野市とつながっております。昔、昔の人がこれ作ったんですよ。いやー、歴史を感じますね。すごいなー。深川水門、徳川四代将軍の家綱の時代です。わあ、なんとしても芦ノ湖の水を引いて海岸に苦しむ村民を救いたいと考え、優しいなあ。はい、深川水門の横にどこじゃ、プライベートビーチがあります。キラー、サップをやってる、いいね、いや素敵。はい、お面です。でかい葉っぱが落ちてるよ。はい、前半戦とは打って変わって静かないい道になってきました。人もいないから走り放題だ。この橋、自然な木で作ってたね。いいね、キノコも生えてるよ。はい、後半はずっとトレイルコースなんです。こんな感じ、ずっとこれが続くの。今日私はロードシューズで来ちゃったんですけど、やっぱトレランシューズの方がいいと思います。トレランシューズがいい案件でした。気持ちいい、はあ、最高だね。やっぱ自然の中走るって本当に気持ちがいいですよ。リラックス、リラックス。はい、草をかき分けていきたいと思います。わあ、クマササがいっぱいです。体に当たってかゆいです。自然って感じだね。ジャングル、わあ、結構ジャングルです。おー、楽しくなっちゃってます。時は危険で巡回路が作ってありました。何があったんだろう、流れちゃったのかな、道が。よいしょ。でも巡回路すごいいい道なので安全に行けます。あ、ここと繋がってた。あ、そう、道が流れたっぽいね、きっと。 17.5 キロ目です。道が広くなりました。もう少しで白浜で、浜が広いのかな。こういう感じ、多分天気が良かったらもっと綺麗。今日も綺麗だもんね。あそこに見える、きっとあそこか、あそこだ、ゴール。海岸をこうやって撮ってるんですけど、この中には安ならぎの森って言って動物たちがいっぱいいるらしいです。ベンチもいっぱいあるからおにぎり食べに来てね。ただいま住宅街入りました。残り1キロでゴールです。はい、先ほどの駐車場です。じゃーん、いい、この石碑、東京箱根間往復大学駅伝競走往路、ゴール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 、イエーイ。2時間20分で20キロの旅でした。
お疲れ様でした。サクサクっと、いいランですよ。いいランですよ。おすすめです。芦ノ湖のラン。ぜひ皆さんも、冬でもできるから。箱根外輪山が50キロあるから、ちょっとそこまではっていう人は、ぜひここで20キロやってみてはいかがでしょうか。はい、僕ドラえもんです。今から大好きなどら焼きじゃなくてカレーパンを食べに行きます。どこでもドアがあったらカレーパン早く食べれるのに、ちょっと歩いていきますね。はい、団子の楽しみベーカリー&テーブルでございます。じゃん、おしゃれなんですよ。失礼します。込み込みでございます。目的は一つ、カレーパンを食べることです。パンの中にカレーとゆで卵が入って最高なんですよ。あはははこれね、米粉とね、カレーだからね、パンだけどカレーライスなんですよ。いただきます。もちもち、カレーがスパイシー、中に卵が入ってるの、おいしい。ごちそうさまでした。じゃあまたどっかの山で、じゃあね、バイバーイ。